Thank you.
地位を得て権力に溺れる者がいれば、華々しい栄光を捨て身を引く者もいる。高価では断ち切れぬ恨みの連鎖が満ち、家を失った民が野に溢れている。そんな忘れられた子供たちを保護する者がいた。その者は人知れず子供たちを守り生きる術を教える。子供たちは皆彼のことを全言先生と呼ぶ。その隠れ家は永州と言われる。聖者も物事の白黒も答えは出せぬもの。育てられた子供たちは今高校の各門派に身を潜めている。陰で不穏な動きがあるようだが、高校のどんな秘密でも永州の目は欺けぬ。今回は俺です。逃がさないぞ。憲法を渡せ。そんなものは知らん。さあどけ。断ると言ったらどうする。貴様、やってみろ。後悔するがいい。お前まさか実月教の身の程知らずめ。こそこそと福井氷局から出てきて、剣譜目当てじゃない方がおかしいだろう。どれどれ、本当にない。じゃあなんで慌てて逃げ出したんだ。まさか私が患者だと見破られたのか。まずい、どんどん増える。早くここを離れないと。邪魔をすんだ。お前には関係ねえだろ。関係あろうとなかろうと、これが永州のやり方だ。そう、永州か。好き勝手しやがって。あの世で兄弟に合わせてやるよ。患者不全、腕も知れてるってもんだ。ルリ姉さん、てめえは。まったく手のかかる子ね。あれほどバレませんよ。死んだ奴は喋れませんから。減らず口を叩かないの。あなたを門派に潜り込ませたのはどうでもいい人間を消すためじゃない、手がかりを集めるためよ。でもこの二人、福井氷局からこそこそ出てきて怪しいんですよ。ちょっと探ってみます。このクソったれが。あれ、まだ生きていたのか。きっと憲法を隠し持ってるはず。どこだ。ない、本当にない。あなたの任務は壁蛇剣譜の在りかを探すことだったはず。軽はずみに動いても何もならないわよ。
こうなったらあの二人を生かしてはおけないですね。私たちの仕事は死体の山を作ることじゃないわ。バレたら今まで潜伏してきた、くれぐれも気をつけるのよ。いたのか。消えたのかと思っていたぞ。冗談を。もういい。ただあまり一人にはならないようにな。そうだ、先ほど教主様から密書をいただいた。慎んで拝見しろ。これはで今日今一度よく見るんだ。覚えたか。そうか、なら手合わせの中で教えるとしよう。道はごっつ歩きにくいわ。先輩、あの気になる。よし、だが気をつけろ。ひぃ、みんな静かにせ。誰か来とる。うんどれ。正常派の人。はあ、怪しいな。何を企んでいるのか確かめておきたいし、ここは隠れて様子を。今度こそうまくいくかいな。当然や、我らは本気やし、情報は筒抜けし。いらんこといいなや、早行こう。筒抜けって、何をする気なんだろう。追ってみるか。うわ、誰だ。正常派の下っ端ごときを見失っちゃって恥ずかしくないわけ。追いかけっこよ。こんなところに狼が。って、生肉。この子が狼をおびき寄せたのか。ルリ姉さん、私にまで手を出すなんて、いい教育を受けているのね。いや、話して。だいたい善縁先生はもうすごい達人じゃない。壁蛇剣舞なんて今更でしょ。あなたには関係ない。ちゅ、つまんないの。もう帰ろうっと。じゃあね。ルリ姉さん、どうしてあの子を逃がしたんですか。あなたにさ、そこでも二度は言わない。今は英春に戻りなさい。そこで大事な仕事があるから。
まあそうだね、久しぶりに来たけど変わらないな。なんていうか落ち着く。ちゃんと戻ってきたのね。います。でもその役割については、英州の司法にある4つの広間はそれぞれ疑似、補給、尋問、技術を司っているの。疑似広間は英州の事務と密書を司る場所、技術広間は転書、算術や宝物を司る場所。あなたの英意昇進の儀式もここで執り行われるわ。英意ってなんで。英州のな、あなたの英意は一番下のコウモリよ。儀式を経て初めて一人前の英と認められるから早く済ませなさい。終わったらまた疑似広間で私に声をかけて。前光と影の洗礼を受け、静粛に。これより英意昇進儀式を始めます。解放する時が来、ここをタップすると栄誉のランクを、進級条件を満たすと栄誉のランクが上がる。おめでとう。これで君も正式な栄となった。国栄や羅刹になれたらと思いますけど。ミッション任務を多く成功させ、知識と実力を蓄えるのだ。さすれば自然と栄誉は昇進していくだろう。ご苦労様。調子に乗っていると栄から外されるわよ。さあ中にいる輸送官から栄州ミッションを受け取ってきなさい。もうま、それはそうだ。たくさんの強化、そのえ、俺これをやろう。前縁先生からの総評も入っているから心してみなさい。わかった。はい。よし。なら行け。終わったみたいね。はい。今回の。そうなんですか。安心して。あの、我が輩と一緒に武学を練習してみるのにゃ。さあさあさあ、早く習得した武学を選ぶのにゃ。どうにゃ。力が湧いてきたかに。本当だ。これからは自分で修練する。ここをタップするとゲー、ここで緊急退避を使用できるし、戦闘モードの切り替えボタンもあるにゃ。今はこのまま任務を続けるにゃ。ん、これは。いきなり福井氷局を訪ねても追い返されるだろう。氷機だ。そうか、氷局なんだし、近くには貨物を護送している用心棒がいるはずだ。あ、宿場だ。氷局に勤めている用心棒もいるかもしれないな。あの、あな、な、下、てめえが、ちょっと待ってください。ちゃんと証拠もありますよ。選択肢はおみやの性格に、おみやがどんな人間になっていくか楽しみだにゃ。あのお方みたいにニャラニャきゃいいけど。存続はどこにいるかな。鳴き声が聞こえたような。なんだろう、どうしたの。存続の居場所。本当ですか。山賊の根城はここから登ったところにありますけど、無理はしないでくださいね。
さまさちなんま、俺たちの酒の匂い、いい香りだ。あれ、なんで宿場に酒屋の人がいるんだ。すみません、ちょっといいです。おかわり。起きる気配もないな。起こす方法は何か。お兄ちゃん、お兄ちゃん、ここだよここ、ほらこっちだって。私に用があるの。お兄ちゃん、分かっ、本当やった。約束は守るものに撮影